マイケル・ティモシー・パグリアルーロは、アメリカ合衆国、マサチューセッツ州ミドルセックス軍、メドフォード出身の元プロ野球選手、野球指導者、右ト左打。トリプル A 級ナッシュビル時代1981年の MLB ドラフト6巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名され、プロ入り。1984年、メジャー初昇格。ヤンキースでは強打のサンルイとして活躍する。 1989年シーズン途中にサンディエゴパドレスに移籍し、1991年にミネソタツインズに移籍。ツインズでは1991年のワールドシリーズ制覇に貢献。1993年8月15日に後日発表選手とのトレードでボルチモアオリオールズに移籍。オリオールズではレオゴメスが故障で、 戦線離脱しており、大役の三類手として、新シ,シナティレッツのクリスセイボーの獲得を目指したが、交渉は不調に終わっていた。1993年12月2日、福岡大英ホークスとの争奪戦の末、西ブ・ライオンズに入団。1994年シーズン内野ならどこでも守れ、シュアなバッティングも期待された。しかし、実際には、 メジャーマイナーで1500試合以上出場しているが、セカンドは1試合守ったことがあるだけ。それでも、日本ではセカンドを18試合守ることとなった。結局、期待通りの働きはできず、シーズン中に負傷。同年限りで退団した。長い名前から、愛称、パックスと一部新聞で記事が出るごとに記載されていたが、浸透することはなかった。なお、名前の正しい発音は、 パーリー・ア・ルー・ローで G は発音しない。西部対談後の翌1995年にテキサス・レンジャーズでメジャー復帰を果たすものの同年限りで現役引退。現役引退後はスカウト会社インターナショナル・スカウトのアジア太平洋地区担当を務めた後、2017年シーズンからはマイアミ・マーリンズの打撃コーチを務める。2019年4月19日に解任された。 ありがとうございます。